ハロー YouTube! 下ネ司さんのニュースの猫川にゃ今日もね、特イブニュースをお送りいたします文春法が炸裂あ、どれぐらい炸裂したかと言いますと、昔元気が出るテレビで、ヨシキがヘビメタ界でバズーカで起こされた時の、笑顔の中で待てゲイリーヨシキかわいい !X! どうも、ドインボー業界のヨシキです。あ、間違えました。ドインボー業界のカリアザキです。あなたの1フォローが、この動画を押し上げます。ぜひ、こちらの方、フォローよろしくお願いします大作今日はですね、やっぱり、 あの人生きとったんかい私独占画像を入手しました話していきたいと思いますつって ということでね、やっていきましょう !2 月16日発売の週刊文春がやばいと闇の者たちの間で話題です。なんと、安倍ちゃんの例の件についての特集記事、約4ページにを渡って関東で記事にしてるんですよね。久々に闇の文春法炸裂しちゃったわけですよ。もう文春って言ったら、これどっちが信頼できますかピバーン文春です。これはどっちですか ビバーン文春です。ほなそうかねほなそうか。もうこれ。すべてのメディア控えおろトースポと文春さえあればそれでいいでおなじみの文春さんの情報なんで、これは信頼できると。で、今日はこの話をしていきたいんですけども、まあ、その話をする前に私買ってきたんで、ちょっとね、あの、読ませていただきます。いや、お前読んでこいや、お前。動画の前に読んでこいや、お前。シェシェシェのシェ。はい、ということでね、こちら読ませていただきました。安倍ちゃんがパトラったことについての疑惑について書いてあるんですよ。特に、 3つの銃弾の3番目の射入口これがおかしいんじゃないかっていう記事なんですよね実際に安倍ちゃんとの容疑者を見立てて射入口でこう銃の銃装の場所にテープを貼って果たしてそのような場所に銃が撃ち込まれるのかっていうことを検証している極太の記事でしたで実際ですね今回の銃弾って3発目が見つかってないんですよねこれ見つかってないのかあの遺体にあるのか分かりませんけどそしてそれが ですね非常に怪しいとね以前から言われている通り奈良医大が発表した安倍ちゃんの死因とそれから奈良県警が発表した安倍ちゃんの死因って食い違っていたんですよねこれなぜでしょうか混乱していたからでしょうかしかしその後情報がある程度集まった段階でも未だ奈良県警の謎の会見は 訂正されてないんですよこれ一体どういうことなのか警察の見解は右側を打たれたって言ってるんですけど、多くの専門家は右に当たるはずがないと発言してると。そして変転する警察庁幹部の国会議員への説明。 救命医と観察医の中でも異なる。診断消えた。3発目の弾丸心臓に開いたいや空いてないという診断。これ。全てどんぶか闇だと。そして話は常に某容疑者のバックボーンである。あった。この問題に集約していくにもかかわらず。 安倍ちゃんのこの10段の話はすべてのメディアが黙殺しているという恐ろしい事実一体そこにはどんな闇があるというのかで皆さん知ってますあの青山茂春さんっていうあの茂子ちゃんの飼い主いるじゃないですか、ね、茂子ちゃんの飼い主が実際に奈良県警上層部に対して今回のことで隠していることありませんかって詰め寄ったことがあるんですよそしたら何て言われたか知ってますか先生これ以上この件を詮索したら先生のためになりませんよという脅 どとも取られかねない発言を警察上層部がしているこれ以上探られたらどんな闇が出てくるのかっていう話なんですよそれは見つかってない3発目の銃弾そして食い違った死因の改憲これに繋がってくるんじゃないのか奈良県警は何かを隠してるんじゃないのかっていう話なんですよねで一応この記事のまとめは奈良県警や未だ謎が多く解明されてないことが多すぎて実際に実行犯が別にいる じゃないかなどのドインボールンもはびこっているとそういったことを払拭するためにも原因究明してほしいっていう記事だったんですねなんでこのタイミングでこの記事が出てきたのかって話なんですよそれがですね先日公安の調査庁の上層部の人がこの安倍ちゃんの死因について疑問を抱いているということを同僚に話していたっていうことがリークされました実際はその闇を知ってる人物が他にもいてまあ、公安一応警察の仲間ですから何かしら の情報を得たんじゃないのかってそうなってくるとなんでこれをひた隠しにするのかってことなんですよ二つの理由があるとで一、ね、つは犯人本当の犯人を隠すためそしてもう一つは実際は亡くなっておらず別の場所で生きているがそれを明かすのはまだ早いから偽の情報を出していると奈良県警もそれを知っていて 青山議員に対して、これは国益のためにやってるんで勘弁して使わさい。こういうことなのかという、それどっちなのかって。まあよくね、第3のスナイパー説とかね、いろんなことありますけど、当チャンネルでは生きてる説を推しておりますね。以前ですね、筋肉がムキムキっぽい名前の船長が、え某講演会で、安倍ちゃんの生存について触れていたとね、ドバイにおるでっていう、ドバイにおるんかいって、それお前、<laughs> ちゃうんかいって。 中東にいると、でこれ、なんで中東に行った のかそれは、7月の例の件が、某大国の完全大国と化した中央選挙管理会。これを潰すために、地を偽装した結果、今回のことになってると。で、そして、全てが収まるまでは、隠れて存命であるということを言ってたわけなんですけど。でもちょっとね、今回ね、あの、オミソン CIA が、ちょっとやばい画像を入手してしまったんで、筋肉の船長とちょっと敵対することになるかもしれません。結論から言います。なんとですね。 北京にいました。これである。ワン、ツー、スリー。ティレレレ、ティーレレレレレレ、ティーン。うん。生きとったんかよい。あべ、あ、あべちゃやけど。 じゃあもうちょうだいよ。じゃあちょうだいよ。しんちゃんいつもの言ってあげてあ、聞きたいか私の武勇伝なのであります。そのすごい武勇伝を言ってあげて、私の内閣ベスト10、首相官邸の庭の柿は果たして甘いのか渋いのか、お皿の上の姿はジューシーで美味しそうです。すごいジューシーの発音が気づいたら沖縄の炊き込みご飯のジューシーになってる。 90代、98代、内閣総理大臣、しんちゃんかっこいい、ペケポン、ペケポンじゃねえわえー、これあれですよね、2000年初頭に、あの、日本テレビ系列で一世を風靡した、清和会の神様の、アベエンタルラジオのバズりネタですよね。いや、知らねえけど。何その世界線やね。いつも違う世界線にいるな。ってよくリスナーさんに言われてますけど。はいはい、そうですけどね。そういうこと、アベエンタルラジオですけどね。うん。重視で、 あましたそういうことでございます。しんちゃんかっこいいんで。うん、これですよ。ほな、そうかということでね、まあ、今回なぜ週刊文春がこのタイミングで記事にしてきたのか、それはデクラスが近いからなのかもしれません。そして皆さん知ってますか安倍元首相の奥様が山口県でフグ料理店を開くということが発表されました。ね、あの、フグっていうのは山口ではフクっていうんですよ。ね、これね、あの、福の神の福とかけて縁起のいい食べ物とされていると。これ、 果たして、来るのは服だけかなと、北京で元気にしている、安倍ちゃんが、実は、日本に帰ってくる日も、近いとか、近くないとか、インザスカイインザスカイの使い方、それ。癖が強いね、ということでございまして。あの、皆さん、週刊文春の記事ね、めちゃくちゃ極太記事なんで、ぜひ皆さん、ご一読、え、あれ、ということでございまして、これ案件なのいや、そんな案件ないから。もうあれですよ、お待ちしてますよ。オミソンの文春方もぜひお待ちしてます。北川恵子さんの母校、ね、大阪、 JK に、だいたい1日200人ぐらいから追いかけられ回されてますからね。ぜひそれを文春法にね、載せていただきたいといやなんかあの、私の元にはいつもこの人レプですかっていう、レプ鑑定を強いてくるっていう、レプ腹がね、すごい横行してるんですけど、環境省の役人さんが、ちょっとレプインで見てくださいっていうね、画像が来たの。ま、これですって、おい。いや、こういうのは違うじゃん。こういうのは違うのよね。これ、これはもう、 ヒセヒセってことなんですけど、これね、なんかある生き物系の YouTuber のところに、まあこの人がゲスト出演したと。で、緑ガメってね、まあ、外来種で環境を破壊してるとよく言われるんですけど、緑ガメ飼育してて自然に離さないでくださいっていう、まあ啓蒙のために役人がこの顔出てて、ヒセヒセって。いや、こういうのは違うのよ。ね。本当のレプっていうのは、これなんよ。いや、誰がレプやろ。あ ほなそうかな、ほなそう。そういうことなんだねん。あの、なんで、これは、レプです。あれ、全部レプです。あの、世界は全部そう。喧嘩すな。以上です。あ、アンドロメダ銀河。いや、嘘つけよ、お前。 嘘つけこんな鮮明にこれあれですよこれオミソンの唇銀河でいけるいけるようこそここへ遊ぼうよパラダイスねこれ唇落とし何でもいけるなって。唇超便利だな,なって思う。唇最高リラの咲く頃、バルサリラの咲く頃、バルセロナへ。って思った今日も一日お疲れ様でした。いよいよを過ごしください。いや、ちょっとまた工作員疑惑がね、あったんで、ちょっとこれに回答していきたいと思います。ね、あの、某ですね。あの、YouTuber が、あの、ライブ配信の中で、 オミソンって、壺だと思ってたけど、そうなんだよ研究会の学会員なんじゃないあ、これちょっと待って、これ。井上ここエンドゥじゃないこれ、ね。井上ここエンドゥが絶対これ誰にも言わないでくださいよつって言ってたっていうことでね。このことに答えてもいいですか 学会員だよ。で、ね、そういうことです。いや、僕はあれですからね。ツボでもあり、学会員でもあり、ワールドメイトでもある。もう全部なんで。全部です。ドンとこい。ね、ドンとこいですよね。もうあれですか僕、幹部ですから。僕もあれですよ。ドイ作は、ドイ作の顔担当の幹部ですから。二度と言うなよ。なぜなら、そうだから。ドイ作ってこと、あドイ作から給料をもらってると言っても過言ではない私。 「リップにつかえた